待って、行かないで。バハムート名前負け感半端ねえな。おかしいでしょ。女子くんが俺よ、ナイスキャッチ。あれが俺。どうです、着替えできました？着替え持ってくるの忘れちゃったみたい。女子くんの手の中に。この2羽はとっても仲良しだから離れられないのです。まるで私たちのように。さて、今度は仲良しウサギを2羽とも握ってみてください。うわー、気持ち悪い。すみません、私の手汗でウサギがお団子に。まずは胡蝶の舞から。そりゃ、おいちゃ。飛んですらいない、というか叩きつけられている。ほら、早く早く。仕方ないな、もう。こっそ。ちょっと、もういいから。おしっこ、やめて。無理、もう立てない。満足していただけて何よりです。よし、軽く拭いてあげましょう。タオルプリーズ。先輩の分も持ってきますね。トラックに引かれたと勘違いして。そして箱を開ける。当然先輩はいない。よしよし、順調で。下のカーテンを外すと。ちょっと待って。来た。じゃあ次刺しますからね。あれ、なんか引っかかるな。やっぱ串刺しマジックは無理っすね。危ないところだった。ギリギリセーフ。完全アウト。Thank you.